スメルズライクグリーンスピリットには騙されましたよね。ちょっと心をもてあそばれた感じがして私はちょっと柳田先生とっても怪しいと思うんですよね。いや、そうですよね。もうあの雰囲気からあの言動、あと言動、私は目が怖い、うん、あ、そうですね。皆さんこんにちは、ちるちる商業ビールレビューサイト、ちるちる記者のケチャップです。同じくちるちる記者のアナコンダです。はい、スメルズライクグリーンスピリット2話が放送されたということで、はい、いやまさかの展開でした。いや、そうですよね。なんか次回予告で、あ、こんな感じなんだ、ほんってなったら、なんかあれみたいな、なんかそっちか騙されましたよね。ちょっと心をもてあそばれた感じがちょっとして、なんか関節キスみたいな感じになったから、はい、あ、この二人がもしかして、そう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 、まさかのまさかの、あ、いろいろありましたという、いろいろありましたというわけで、はい、はい、気になるポイント5個、まあ軽く5個、5個軽く5個3つぐらいにまとめたいなって思ったら、なんかいつの間にか5個になってましたありますので、はい、1つずつ紹介していこうと思います、はい、それではポイント1つ目、キリノくんのお姉口調、キャラ変、急に私って言い始めて、うん、俺って言い換えるんですけど、次回予告の話を1回目の方でしちゃったと思うんですけど、あの口紅をね、ふとしくん持ってて、それを塗ってる、それをふとしくんが見る、わーってなる、あそこ面白くてお前のこと嫌いなんだよみたいな、なんかすごい叫び合いしてて、いや特に桐野くんがもう毒吐いて、うん、毒吐き切ったかなみたいな感じになったら、二人ともなんか仲良くなってるなみたいな、すごいわちゃわちゃね、そうですよね、いろいろ話してて、そうです、そうです、可愛い雰囲気になってきて、ね、急に仲良くなっていい感じというか、次回予告でね、あの、あ、関節キス、あ、好きなのって思ったら、お姉のね、お友達ができちゃったみたいな、すごい可愛いですよね、あれ。予告とはまた全然違った展開になって、そう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 、しかもそのキャラの変わりようがすごくて、うんうんうん、こっちもしっくりくるっていうか、最初の1話のいじめ師範角みたいなキャラもすごいぴったりって感じだったし、うんうんうん、でもその口紅塗って、うん、私って言ってるのも可愛いし、本当にそう。キリノくんとね、ふとしくんがわちゃわちゃ話すというところで、はい、そのトークテーマがこの2つ目のポイントになっています、はい、そうですね、はい、2つ目がわちゃわちゃガールズトーク江戸川先生ということで、バスケ部の顧問江戸川先生大人気、いや大人気でしたね本当に、あ、なんか1話目で、あ、そんな感じ、あ、そうか、顔、あ、ふとしくんそうかってなってたんですよ。そしたら急に2話目でも、あれ、え、桐野くんもそっちみたいなで、なんか、まあ、そこで対立するかなって思ったら、別にそんなこともなく、同担拒否じゃなかった感じで、あ、一緒だ、イエーイみたいな、そう、いや、かっこいいね、かっこいいねつって、なんかすっごい本当にガールズトークなんですよ、それが、あのテンションが、そうね、あれは可愛かったな、可愛かったです、うん、あの場に、あの、こっそり言いたい。アナコンダさんも、いや、江戸川先生推しかもしれないってことで、あの、そのガールズトークに入りたいと混ぜてほしい言ってましたね。でも挟まりたくはないので、あ、影からね、そうだよね、そうだよね、わかるっつって野獣馬みたいな愛の手を入れたみたいなという望みがありつつ、私はそれを画面越しで見てましたね。というわけで、まあ、そんな2人が仲良くなったという感じでしたけども、はい、これで3つ目のポイント、はい、3つ目は、まあ、2人の家庭環境の対比、いや、そうですよね、とで結構ね、2人仲良くなってすごいこの2人の時は素の自分を出せてって感じだったと思うんですけど、お互いの家庭環境がちょっと描かれると、そうですね、あ、桐野くんにもいろいろ辛いことがあるんだなっていうのが分かってきまして、うんうんうん、そうですね、あの、ふとしくんのお母さんはすごい穏やかっていうか、その懐が深い、元暴走族の総長だったのか分かんないですけども、はい、男前というかね、なんかすごい懐が深くて、ふとしが幸せならそれでいいみたいな感じのマインドを持ってて、まあ、ふとしくんが隠してるんですけどね、でもそれで自由に生きてきたというか、育ってきたんだなみたいな感じの家庭環境だったじゃないですか、はい、
それと打って変わって桐野くん、なんかお母さんが電話して、私があの子のことちゃんと立派な大人に育ててやるからみたいな感じで、なんかお父さんか何か分かんないですけども、そちらの方に啖呵を切っていたお母様がいて、多分厳しく育てられたんだろうなっていうのが分かりますよね、あれで。そうですね、最初桐野くんがすごいいじめてたじゃないですか、すごいいじめてたっていうとあれかもしれないですけど、自分からいじめを言い出したらしく、で桐野くんちょっと良くないなって思ってたし、まあ今でも思ってるんですけど、そこを見ちゃうとちょっと同情しちゃうというか、家庭環境そうなると歪むよなみたいな、だんだんそれぞれの裏の話というか、いろいろ見えてくるところがあって、はい、さらに考えさせられるなというところで、お家の明るさ、はい、普通に照明的な意味の、もうすごい気になって、あ、電話するときすごい暗くなかったですか？めっちゃ暗かったです。なんであんな暗いんだろうって個人的な疑問で、かしかもその電話してるところのちょっと影で、影で聞いてる、キロ君が見てるから、またそれが怖くて、一悶着ありそうな感じが、ね、だからこそ屋上で2人が仲良くなって、うん、自分の素を出して話してるところにいいなというか、うん、よかったなっていう気持ちがすごい入りました。そうですね、あの関係性続いてほしいなっていう、本当そう、本当本当そう。この2人の関係は一旦置いといて次のポイントに行きましょう、はいはい、4つ目かな、つ県で試験、体調悪くなっちゃって、ふとしくんが体調悪くなっちゃって、で、まあ、一旦保健室に行ったのかな、あれまあ一旦いなくなっちゃったんですけど、まあ、それを置いといて、まあね、試験受けられなかったら再試しなきゃいけないじゃないですか、だから柳田先生か、が再試するよって声かけて、準備室何かわかんないところで、ちょっと狭いところで同じ机に椅子2つみたいな感じで、ね、いや私はちょっと柳田先生とっても怪しいと思うんですよね。いやそうですよね、もうあの雰囲気からあの言動あと言動、私は目が怖い、うん、いやあそうですね、ハイライト消えちゃったみたいな本当に光のない目で狙ってるみたいなあれ獲物狙ってる目ですよね。ですよね。いやなんか逃げて逃げて、トシ君逃げてって思った。ただあのそれを強引に捕まえる攻めが好きだなって、まあ、怖かったし、追試で狭いところでトシ君の髪の毛触ろうとしたのか分かんないですけど、すごい至近距離に行こうとして、でそこをトシ君がスーって立って終わりましたって言うんですけど、ね、2話目にして2回目あの俺の車で送るけどみたいな毎回振られてますけどなんかすごい送ろうとするやんって思ってだいぶ攻めてますよね。ね、そうですよね、だいぶ。しかもその前の段階でトシ君のお母さんが体調悪くてトラックかなんかの中で寝ちゃってるところを、その柳田先生がコンコン大丈夫ですかって言って、ここでトシ君のお母さんを知るっていうこともあって、トシ君のお母さん丸め込まれちゃわないかな大丈夫かなぐらいのね気持ちになって、柳田先生大丈夫、怖いけどそうなのみたいな、見に行ったじゃないですか柳田先生が他の先生と。 はいはいはい、あの時もなんかどうして東京から田舎に来たのかみたいな、そこも気になるなって思いつつ、あ結構漠然としたワードでごまかしてたと思うんですけど、果たしてそれが本当の理由なのかっていうところが、絶対裏があるだろうってちょっと不女子的目線なのかな、これは分かんないですけど今のところまだね、トシ君は全然興味なさそうな感じなので。いやそうですね、やっぱ江戸川先生行ったかその柳田先生との関係がどうなるのかっていうのも疑問に思いつつ、2話の最後の方でまた新たな関係性というか、そうですね、新たな人がね、なんか屋上で桐野くんが言ってましたよね言ってましたね、桐野に対して多分その太志くんが俺のこと好きなんみたいな感じのことを言った流れで、俺じゃなくて夢のがお前のこと好きなんだろうみたいないうカウンターパンチをなんか食らわせてましたけども、でも驚きすぎて、あれですよね、夢のくんは髪の毛最初にザクザクに切った人、ね、そうですね、ただなんかザクザクに切ったけどやりきらなかった、うん、ちょっと長めに残してあげたのか、そうそんな感じのことを言ってましたけれどもいやでもさすがに小学生いや小学生でも許されないですけど、いやまあそうですね、ね、好きな気持ちを
そうやって出しちゃうかみたいな。いや本当にそう、ふとしくん以外なんかちょっと子供っぽいなってとこありますよね、うん、なんかふとしくんがすごい優しいし、うん、なんか懐がいや、そう深いし、深いですよね。いじめられてたのにキイノくんがちょっと自分と共感する部分があるってなったらもうすぐにあの友達みたいな感じになって、うん、親友だみたいな感じになってますし、ね、だいぶなんかメンタルも強いですね本当に。なんかもう最初からなんかそんな気はしてましたけども、はい、2話にしてさらにメンタル強いなって思いました、うん、私でね、ゆめのくんまさかのふとしのことが好きという感じなんですけども、いじめもきりのくんがやめようって言ったらなんか結構すぐに同意してましたよね、うん、そうですね。しかも、ね、女の子がふとしくんのこと好きなのかなみたいないう雰囲気を出してたらいじめが加速してた感じが1話でしたんですけども、うん、それってふとしに対して俺の女だぞみたいな感じの雰囲気だったのかなって思いきや、もうまさかのふとしのことみたいな、びっくりして。確かにあの女の子もちょっと気になりますね。いやそうですよね。しかもなんか次回予告で女の子すごいたくさん出てましたよね。確かに。でしかも次回予告で他にも夢野くんに対してふとしが俺のこと好きなんだろうぐらいのことを言ってましたけども、その反応がすごい気になって見たいな早く見たい。ふとしくんそんなこと言っちゃうの、そして夢野くんどうするのみたいな、ちょっと気持ちがすごいあって、あと江戸川さんみたいなみたいな先生みたいないやなんか江戸川先生を思ってキャッキャウフフしてるガールズトークみたいじゃないですか。というわけで以上、スメルライクグリーンスピリットの2話の感想でした、はい、いやもう本当にいろいろね語りたいことを語り尽くしちゃいましたけども、はい、いろいろ脱線とかもしつついやもう本当脱線しすぎて困ったいやね、次回予告でもいろいろありましたし、はい、なんか今度は BL なんでね、ゲイの葛藤とかそういうところが結構メインに当たってくるのかなっていう感じがしました。私は女の子と付き合ったら安心するうんぬんみたいなワードが出てきてて心が苦しい。しかもなんか田舎じゃないですか、だからまたそれもあって次回は恋愛要素どうなんだろうでもこれどうなんの本当に先が見えなさすぎて、なんかキリノくんとね、ふとしくんがなんか付き合う感じの流れじゃないのみたいな、どうしたらいいんだろう、どうしたらいいんですか果たして付き合うのか、いや本当そう、本当それともこのままで終わるのか、いや本当そう、あとゆめのくんどうするの、失恋しちゃうのかな確かにこれでふとしくんと江戸川先生がくっついたらめっちゃ楽しそうだけど多分それは違うんだろうなとか、それは違う宮柳田先生の存在もすごい、いやそうですね、なんかそれぞれのキャラクターがすごいなんか自立したキャラというか、この二人受けと攻めだけじゃなくて、そうですね、なんか周りのキャラ出てくる人たちみんな気になるみたいな感じで、いやそうですね、メインカップうんドンじゃなくてやっぱここの関係性、うん、ここの田舎の中で起こるなんかちょっとした人間関係のドラマ、ドラマが、はい、心苦しくさせられる、うん、でも見たい、でもなんかちょっとキュンキュンたまにするっていう感じで3話も気になるなって思っています、はい、皆さんも何か2話の感想等ありましたらコメント欄でいただけると助かります。というわけでそれではバイチルー。